じゃあ、ミコから、やっぱりね、あの、人生のエリートの先輩として、はい。大きな一歩。ましょぼ。これ、見せよ。あ、あれ？あ、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 なんか仲良くなってる。アニメや映画のヒーローみたいにちょっと強くなれたらエリートなのかな。わあ、10だ。え、すごい。なんで？行こじゃ行こじゃ。すごい。はしゃ。おお。すごいじゃん。あれ、ま、仲いいな。こっちから遊ばないの。また一緒だね。なんで？やだだ。ミルは？黒人の演技。ミルは？赤ん坊の子。追い詰めたぞ。先輩逮捕だ、先輩逮捕。やめや。ふんふんふん。よくぞ見破ったな。そう。ミコが犯人だ。すぐ言うやん。そういうことか。すごいです。ラッキーレベル2。あ、マジで。え、キンじゃないか。もう男の君だろ、これ。先輩の光しかいないか。双子だったんじゃねえの。もしかしてうちらベイビーズだったの。いつも一緒じゃん。いつの間にか注射終わっていた。あれ、うん、いつ注射行ったんだろう。いやー、体力あるな。いつの間にか注されてたわ。やったー、ありがとうございます。あげ合ってるな。仲良し。支え合って生きてる。めたんと支えたいよ。友達欲しいよ。友達欲しい。え、またあ、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 寝とった、寝とった。友達じゃないと始めた。やったやった。やだ、パンチョさんも寝とれた。え、なんで。あ、知力が爆発してる。ありがとう。重能だ、重能。もうやめなよ、小屋にこれ以上知力与えてくれなよ。そう、効果上がってるから。やっはろー、始まるよー。お前、ファッキュー。お兄ちゃん、お兄ちゃん、お兄様、大好きだよ。